こんにちは、ネモです。パワープルアップやっていきます。今回は練習効果アップデッキいきましょう。なるみ、しどりみ、サイガー、佐伯、ヤギュウちゃんで、火山院と。でヤギュウちゃん以外練習効果アップうんちゃらパーセントを持った人たちを集めたって感じですね。なるみから30、15、40、30、30なので合計で130なんで 145% ですね、という感じです。で、友達スタンプとマネキン持ってきてます。行きましょう。もう完全にあれです、厳選疲れですちょっと息抜きに違うデッキもやってみたいなっていう感じで、まあ、サグラを抜いたデッキを試すのも、まあ、ありなんじゃないのという感じでやってみたいと思ってます。で、精神と敏将は火山にさせば割とこう足りてくるものがあるので、そこでしっかりとね、帳尻合わせながらいきたいと思います。でもそろそろ練習効果、まあ、30×6 とか組めるのかもしれないですね。怒り進むとか入れながらね。結構野球がいい感じ。阿部ひ、うん、ここは一回休みます。精神もらっていきましょう。筋力と技術は絶対足りるので他ですね。コピン、基礎なくても滝本の筋力タックぐらいある。ちょっとまだ燃えるの早い。まだ最低評価いってないですか。野球ももう到達できそうなんで、普通にみんなでやっていけばいいと思います。休もうか、いいや。あ、ちょっとジェフ長のやつが一番下にいた。危な。一回休みましょう。あと佐伯ぐらいか。なるみか。友達スタンプ使ってるんで、やっぱなかなかこう全体的な評価は上がりやすくかな。お前じゃない、欲しいの。もちろん。ドカハ強。ちょっとしどりみが僕自前が44なので、まああれなんですけど、普通に強いです。無理が通れば。いやー、こういうサクセス本来の楽しみ方をちょっと感じながらやらないとマジで荒んでしまう。ずっと厳選してたらもったいねー。30、あー強いんですよね普通に。まあちょっと監督行きましょうか。言霊もらわないとなんか何もできないですよね。うん、まあまあいいんじゃないですかね。しくれしくれ、アウト。よっしゃ、50は本当に大きい。無理が通ればあれば行きたい。お、ある。
走塁コツ一流。ここはもうバシバシ攻めて失敗してもいいぐらいですね。 OK。 燃えた、早い。火山行きますか。こういう時のために背に腹とかあるわけですね。うん、ここで2回目だったら結構早い方だと思います。おお、気持ちいい、気持ちいい。130、まあ火山が効いてますね。すいません、1回切って戻ってまいりました。続きいきたいと思います。はい、精神足んねえな。精神以外は順調なんだけど、なるみは便所入れてくれるのも助かりますね。精神だね、精神。とにかく精神便所強っなんか普通の筋力練習なんですけど、すごい強いですねどうしよう、便所入れる。まあシングルだから、シングルで誰も絡んでないからいいでしょ。大事にしていこう。もう成功で、確か総力だっけ、総力依存とかだった気がする。いやー辛い、すでに辛い。打球の伸び、はい。うん、広角打法取ってもよかったな、しくった。お、いいですね。一応パルスが入った。うん、監督でいいですね。よく通ったな。監督帰らない。精神、精神シングルか。まあ使ってもいいっすか。使わなきゃ弱いな。大丈夫、またくれるくれる。おお、くれた。で、行って体力回復しましょう。うん、まあまあまあですね、このダブルだったら。守備職人取るか。まあ、佐伯と、あとは、野牛、火山院が打撃タックに絡んでたら、それは行った方がいいかなと思います。敵を知り。一回休みましょう。もう燃やせます。いつでも行けます。
火山院でいいかな。ただそこのダブル取った方がいいな。練習効果と野球でだいぶ強いでしょ。うん、ですね。盆栽ですけどすごい強い、驚くほどの強さ。こう考えると本当に相良の代わりが出た時にはもう本当に相良使わないんだなって感じがします。うん、5000点出てるもん、強い、マジで強い。ちょっとまだ敏捷は入ってないですね、そんなに。うん、ここ最悪空気切ってもいいけど。という感じで行くのは全然あり。ありがとう。マジか、これでも強っ、すげえ入る。逃げ切れた。しゃ、トリックスター。おお。強い。パルスして。あげなくていいやつか、ここで。あげなくていいやつだ。そうだ、補給の上限ってないんだ、今回。あげなくていいやつだ。補給ポイントめっちゃ余るな、じゃあ、なんか。まあ、ある程度はあげますけど、もう意識しなくていい感じですね。そうだった、忘れてた。30、40、最悪燃やせるの、いや、攻めていきましょう。燃やせるんで、はい。そうだ、今回はいいんだ、呼吸の上限なかった。さすがに行くやろ。しゃ、ナイス。しかもかなり仕事するな。もうそれはそれ使う、いいの使って、どうせ使わないといかないし。ほほー、強い。2段階。なんか、なんか普通に強くねえか。普通に強くないか。守備で振ればいいか。普通にめちゃめちゃ強いっすね。920。やめて。あ、
カップで握った。監督、まあいらんか。民章拾いましょうか。足んないっすもんね、民章。二者択一捨てましょう、早く。邪魔。うん、民章拾いましょうか。体力回復系がなかったらここはスルーしてもいいと思います。スルーでいい。精神弱いか。あ、まあいっか。いや、ダメだ、ダメだ。な、妥協はしておいて。あははは、こういうことですね。危ない危ない。うわー、強。え、このダブルやべえな。そうか、バンバン使っていいのか、精神。いいかな。10、いやー、拾っといた方がいいな。7カチカチで。うわー、いらんかった。うわ、いらんかった、マジで。強いなぁ。監督でもちょっとそろそろ拾いたいんだけど。874。どうしたらいいんだってなってる。162か。ちょっと踏んだ方がいいっすね、早く。やめてー。うわ、強っ。何これ、この守備よくわかんないことになってる。精神もいらないし、普通にこっちでしょ。体力ください。うん、監督踏みたいっすね、これ。ちょっときついかな、やっぱ。完走。掴んだ、しかも結構いってるっしょ。8385、強い。お、いいよ。おーい、監督さん。意外性取ったかな、僕。やめて。おーい。さすがに行くやろ。監督、うおー、強いんだけど、監督いないし。何もできない。足んねえけど 50% でだいぶ強いな。決めちゃう。いや、強いな。何なんだろう、これ。どうしましょうかね、これ。使い道ねえ。うん、まあ、もらってもって感じか。普通に踏みますか。
完璧評価やばい。今170。ナイス。おおほほほ、危ない危ない危ない。帰ろ。おーい。え、アウトじゃないこれ。気のせいかな。アウトじゃないか。185。うわー、アウトだな、これ。185。いやー、来ないし、しかも。監督さん。いやー、厳しい。帰ってくんねえ。金徳なくなる。そこないっすね。厳しいな。楽しくやってるんだけど、やっぱりいい選手は作りたいってのはありますからね。何が痛いって20もらえるやつがもらえなくなるってのも痛いですね。一流いくか。今回は大丈夫だと思いますけど、ちょっとまあ痛いやるよな。どうしたらいいの？ところで、この880。100% 使い切れないんだけど。本気でコントロールとかくらいしかないんだよ。で、50は後で使えるからな。それが欲しいですね、それが。筋力もいい感じだし、結構コツもある。いや、コツ結構ありますね、普通に。あ、振った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 。うん、一段上げて精神をもらいに行く感じでいいのか。よしよしよし。それが欲しい、それが。入魂もらってるっていうか。入魂あるかな？あるある。入魂パンリ男。登り竜。
あ、全部言ってますね。強いな。2段、3段にはできない。村上邪魔だな、村上。自流使うか。まあ、筋力の剣もあるので普通にこれは行った方がいいです。結構取れてるな。うん、盆栽ですからね、強いっすね。お待たせ。全力学園先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で別所、怖いバッターが続きます。投げました、会心の当たり、抜いていった、レフトバックホーム。補給の査定がない分それがどれくらい響くかっていうのと、カナイン、シドリミが全く絡まんですね。別所追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で補給ポイント、いや補給というか印象かなりやばいかもしれないです。かく乱も取ってないし、彼女もいないし、うん、これかなりやばい気がする。うん、ちょっと敏将マジで意識しないと全く足んないですね。これだから拾いたいもんね、ちょっと。ゲージの40をサクッと貯めます。50使わせてくれ、マジで。ボーイ使いたかったんだけど、しくった。で、960か。なんか結構やべえな、印象マジで。うん、ちょっと敏将使うの控えた方がいいな。うん、ちょっと技術は犠牲にしてでも。っていう感じはあるな。精神もわかんないんで、ちょっといや、投資能力上げるのやめます、今は。クソ強いっすね、にしても。入った入った。全力学園リードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている別所、第2球打った、これは強烈、いった。 OK、 入った入った。全力学園リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなし、打ちました、痛烈、いった。全力学園リードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放って、初球打ち引っ張った、スタンドに入
投球これから2球目打ちました。これはいい当たり、抜けた。別所ヒット。全力技術か。うん、これは休みやすいですね。おおほほ、上り竜取ろうと思います。上り竜とかかな。でラッキーボーイで、は何をやったんだ僕。うわー、筋トレなかった。疲れてますね、完全に疲れてますね。火事場なくなったじゃねえかよ。なので金徳が、まあ行きましょう。お待たせ。全力学園リードで迎える1回です。うん、完全になんか疲れてますね。初球外れても第2球、厳選疲れのダメージが。第3球を投げた。これはいい。厳選の疲れを癒すためにサクセスしたのに、こんなところでアラが出ちゃいましたね。申し訳ないです、本当に。なんか休もうかな、ちょっと。って、なんか真剣に考えちゃうな。最近頑張りすぎたな、なんか。やっぱ結構毎日こうサクセスを投稿するってなかなか大変なことじゃないかなと自分では思っていて、でこう初めは何でしょう、こう自分が好きなサクセスとか自分がしたいサクセスとか、まあ方針は、基本方針は今も一緒なんですけど、まあしていて、でなんかこう徐々にこう見てくださる人が増えてきて、何でしょう、あ、なんかこれぐらいのサクセスダメなのかなとか、あ、こういったものじゃ受け入れられないのかなとか、まあほんといろいろ考えるようになるんですよ。どうしよう。技術いらないっていうのは頭入れないと。あい、はい。死に爆弾抱えたとして。踏んだり蹴ったりだな、逆境消えるし。マジか。で、どうしよう。985。これスイープ足りるかな？一切使えないな。スイープ足りるかわからない説。まあ、割と強そうではありますね。スイープ足んないんじゃないか。すげえ伸び方。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁。うん、ただまあこういうデッキもやっぱある程度強いなと思いますね。抑えでここまで伸ばせるんで。全力学園リードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている別所、投げた、ジャストミート、一塁送球。ここはファインプレーに阻まれました。全力これで130 140 170、200ぐらい足りてなさそう。キャマルとかも取れるかなって感じだな。
点数はやっぱ出ますね、かなり。230ギリ足りてないぐらいじゃない。あ、足りてるわ。かなりだった、スイープが。ありがとう。キャマル取れないや。キャマル取れないんだったらマジで意味ないんじゃない、もしかしたら。取る意味あるこれ。スイープ。そしてキャッチャーも取ったら強いんだよね、普通。ポイントバランス的にも、臨床使えるようになりますしね。まさかのスイープかなりで取らないっていう。ですかね。すげえ残った。あーでもこんなもんなんだ、やっぱ補給強いんだな。まあ点数は相当出せたんですけど、やっぱポイントバランスで1000点捨てたのと、ほぼ技術900点捨てたのと、まあやっぱ補給の上限アップってすごく偉大なんだなという印象は抱きました。そうですね、もうちょっとまあいけたかなって感じはありますけど、かなり楽しいサクセスにはなりましたね。やっぱり点数は野手6人の方が出るかなっていう感じは思いました。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。